日本埼玉県上尾市上尾市も上尾下は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは上尾地区で分類されている。郵便番号は362-0025。埼玉県東部で上尾市南部の主に大宮第地上に位置する芝川佐岸沿いの南北に細長い形をしている地域である。町域の東側を大技原子南側を 五番町や埼玉市北区吉野町、西側を日の出や東町、北側をに次ぐと隣接する。町域の北部を上尾環状線が東西に通る。また、町域の西境を芝川が南北に流れ、上流から国体橋、新橋、日の出橋、西長橋がかかる。全体的には市街各域で主に第一種、住居地域の住宅地が広がっているが、 市街化調整区域となる芝川流域周辺を中心に農地も見られる。また、浸水場集地区である。芝川周辺は1950年代まで大場に水田が広がっていた。工業地域に指定され、三井金属工業の工場などがある地区の北部は、かつては山林であった。地内に長橋遺跡や江木戸遺跡があり、土器片が発掘された。 住宅地の地下は、二千十八年の工事地下によれば、大和揚げをした旗町百三十五番七の地点で九万二千九百円、平方メートルとなっている。揚げ尾宿名祭江津元は、江戸期より存在した武蔵国に足立郡は揚げ尾寮に、属する揚げ尾下村であった。遠方年間頃に、江戸初期より存在した揚げ尾町より、旗本三氏の所領の関係で、揚げ尾宿や、 アゲオ村と共に分尊して成立した。村高は、原独豪町では204国余り、天保豪町では205国余りであった。火星期の世帯数は55件であった。地区の形は、かつてのアゲオ地区の東側と南側に沿うように逆、L の字をしていて、アゲオ地区やアゲオ村との境は複雑に作奏している上、これらの飛び地も多数存在していたが、 芝川右岸側に突き出た区域は新たな町名に変更された。現在のあたご3丁目の一部、及び日の出の1.2丁目の一部や同3.4丁目の大半、及び境町の大半がこれに相当する。地名は、上げお町の最も川下の場所という地形によるものと見られている。安土桃山木の旗本、西尾市の陣屋が村内に存在していた。 陣屋が混流されていたとされる地には、陣屋と称される小技もある。1875年の農業産物工は、武蔵国軍孫氏によると、米106.2国、岡棒70国、大麦160国、小麦145国、大豆60国、小豆25国、栗10国、蕎麦15国、菜種5国、ごま4国、捧げ5国、干所24000巻。 里芋7200巻、山和芋1200巻であった。水理不便で、考えに強い干渉栽培などの畑作中心であった。登規模条は、今もなお存在する小技を含む。2019年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に、鉄道は付設されていない。最寄り駅は、 埼玉新都市交通入社取る湘南駅であるが、大技上げをしたあざ状を湘南の地点よりおよそ 1.2km 離れている。上尾駅、東口駅前から、蓮田駅方面への路線バスが運行されている。地内に神社は明治後期の合祀により存在しない。ありがとうございます。